こんにちは、速稼塾の久保です。そうですね、私ね、何やってもね、結構ハマるんですよね。サイトアフィリエイトやった時も、最初はお金が欲しかっただけなのに、サイトが作れると、サイトを作るのが楽しくなっちゃって、ずっと作ってましたね。で、YouTube は面白いからやってるんですけどね、なんかね。そうそう、明日ね、大分からね、速稼塾の塾生さんがね、私に会いに来てくれるんですよ。こういった出会いの連鎖も、放送してよかったなってことですよね。で、それからやっぱりね、私のアイディアを採用してくださって、それがさらに可能性を他の人にも広げていったってことで、大分から来てくださるんですけども、日本全国にね、速稼塾の塾生さんいるんですけども、本来だったらいろんなところでそれが起きないといけないのに、たまにポン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 って起きるんですよね。まだまだ私の訴え方が足りないのかなと思いますけども。やっぱり吉田さんも感じてらっしゃるように、教えることは一緒なんだけども、動ける人と動けない人といて、動ける人の中でもこう動ける人と動けない人がいて、動けない人の中でも動ける人と動けない人がいてっていう感じですごく分かれてきますよね。なんと言いますかね、今日は別に言うことないですね、もうね。まあ、寝ましょうか。やる気があるんなら寝ずにやる。でも寝て覚めてすっきりした頭で気持ちよくやるのも効率がいい。飴を舐めてます。いい旅だった。いい旅だった。大阪京都、雨だったけど本当に良かったです。いってらっしゃい。